はい、ではですね、半導体工学最終回の授業を始めます。今日最終回ですね。ということで MOSFET の について、交流応答ですね。交流応答っていうんですかね、交流応答について話をします。MOSFET の場合、よく書く方が MOSFET があって、入力、出力で、これがゲートソースが、これが入力で、出力がソースドレインとソースということで、さらにこの間に、まあ、あの電圧が生じるわけですね。これがですから電圧とか出るわけですけども、これを透過回路で書いてみましょうということにするわけです。透過回路で氷特性をするときは透過回路で書く。でこれが低周波数の場合は、低周波数の場合は、低周波ということはほとんど DC ですので、こんな感じになるんですかね。プラスとマイナスで、この VG っていうのが入力になって、出力が VD ということになって、ここに GD というものと、これから利得の GMVG、 ポイントはですね、交流周波数が入っているとはいえ、低周波では、まあ、ほとんど DC ですね。周波数が低いってことはほとんど直流に近いってことで、まずここはつながってないと考えていいでしょうということです。ここでこのマークはですね、このマークは何かというと、まあ入力 VG に対して GM 倍の出力をするアンプと仮にしときましょう。でここで GD は単純にはソース、ソースからドレイン間、つまりチャネルの、抵抗としておきましょう。こうですね。そうすると、まず ID は、VD と VG の関数である。だから ID は VD、VG というものになると。そうすると、まあ要は全体として、でここで AC 電流、交流の電流 を、ID という小文字で書くとすると、全体として ID というある交流 ID 足す、スモール ID、 交流成分、直流成分と、それから交流成分が、流れるとして、これを、まあ、定義として、ID、VD 足す交流成分の、電圧、それから VG 足す交流成分の、ゲート電圧、こういうふうに書いてみましょうということになるわけです。ですね。まあ、これイコールとしましょう。イコールです。そうすると ID は、ID の VD 足す VD の VG 足す VG の引く、ID、 そうですね、直流成分
ということになるわけですから直流になります。でここをここをテーラー展開します。つまり AC の、ある直流成分に対して小さい、交流成分が乗っているというような考えで、これテーラー展開すると、これを代入すると、これはテーラー展開したものというのは、まあ、VD たす VGをテーラー展開すると ID VD VG 足す ID の ID をこれ VG が一定の時、その時の VG と ID と VGVD 一定の時の VD ということになるので、これ V、VG、ごめんなさい。こういうことを見てみると、ご覧になって分かる通り、こっちがテーラー展開してたこれは、こっちは D ですね。僕のノートが間違ってるけど、こっちの方が辻褄が合いますね。いいですね。はい。で、これで、テーラー展開をしたので、要はこのテーラー展開したものをここに、このテーラー展開したものをもう一度ここに入れてやると。だからこの右辺をここに代入してやると。この右辺をここに代入すると。代入。そうすると結果的にこの交流成分というのは、ID VD VG 一定の時の VD 足す ID VD VG となった。まあ、これが求めようとしてきた式で、この求めようとしてきた式の中において、ここでですね、ここの部分が、ここの部分が GD、 ここの部分が GM とM となるわけですね。ですからイコール、GD VD 足す GM VG というふうにまず答えが出るわけです。ここまでが、まあ、低周波数だった場合ですね。でここで、重要なカットオフ周波数という、まあ、あと3行ですけど、カットオフ周波数というのを求めていきます。カットオフ周波数、これですからモストランジスターがどの 高い周波数、どこまで周波数が高くなるかということですね。それに関で、これがですからその、何メガヘルツプロセッサーとかそういうのにも全部かかってくるやつですよ、最終的な製品として。でこれをやるときには今度は回路としては似たような回路なんですけど、高周波ということで、高周波ということでコンデンサーで実際に交流も流れるというモデルに置き換えます。まあ、あとは全部一緒ですね。だからここのところがコンデンサーでつながったと、この時のコンデンサーがここが C、ゲートとドレイン、ここのコンデンサーが C、ゲートとソースというふうに書きましょうということになるわけです。そうすると、カットオフ周波数、カットオフ周波数、カットオフ周波数、どういう高いところまで
いくか、 Fmax、 カットオフ周波数 Fmax どこまでいくかということですけども、これはインプットされた交流電流、交流電流に対して JωCGS 足す CGD VG というふうに交流の、まあ、式で書けるわけですけども、これが、ただ単に、J2π オメガをただ単に F にして C0VG と単純に書き直すことにします。で、ここで C0 っていうのは何かというと、 C0 はまあこの、大体 CGS、 なぜかというとこれは小さくて無視できると、無視しようということになるわけです。いいですね。それで、結果として、I アウトというのは、電流のアウトというのは、GMVG としていうことで、まあ今までその前の式では GD というここの抵抗もかかってましたけど、今度はここでの利得 GM というのが一番効いてくるということになるわけですね。で最後の式よって、例えば I アウト、I インを1というふうにすると、した場合 Fmax イコール GM 2πCO イコール移動度VD 2πL 事情となるわけですね。 If もし VD がずっと何ですかね、まあこれはまあこのまこれはまあこれこうなると思ってください。さあ実はこれ CMOS の最後の式です。MOSFET の今日を示す、どの周波数までトランジスターが駆動するかというのは L、 これチャネル長でしたね、チャネルの長さ、ソースドレインの距離、ソースドレインの距離で決まってくるんですね。 それから移動度です。電子が速く移動すればする、移動できればできるほど周波数の変化についていけるということですね、交流の周波数。だこの2点が、移動度が速ければいい、それから小さければ小さいほど良いという集積化技術の基本になってくるわけです。集積化技術ですね。チップをどん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 小さくしていく、MOS トランジスタをどん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 小さくしていく。それはどうしてかって、ただ単に小さいところにたくさん詰めて持ち運びしやすいようにするためじゃないんです。それはですね、もうまさに性能を上げるためなんです。性能を上げるためです。そこで、トランジスターの、性能はもうすでにここでいろいろ話をしたので、次にですね、 MOS 性能を上げる、小さくすることによって性能を上げるという MOSFET のスケーリングというのは何かというと、スケーリングって何かというと、小さくすることによって、その小さくしたことによってさまざまな性能がどうやって上がっていくかということを、示すのがスケーリングですですね。いいですか。はい、ここでもう一度おさらいです。チャネル長、チャネル長
ソースドレインの距離を L、チャンネル幅 Z、 今まで書いてきた奥行きの方ですね、チャンネル幅 Z、 それから、酸化膜圧、ゲート膜圧ですね、酸化膜圧、酸化膜使ってますね、 SiO2 のゲートのために、ゲート、まあゲートですね、ゲート、X0 しましたね。で、とあと、まあいくつかあるんですけども、あと VD、 使うものってのは VD、 VT、 VG とか使うことになるんですけども、スケーリングという議論をするときに何をやるかというと、これを K 分の1に縮小します。 K ってのは比例定数ですね。 K は比例定数、まあ定数です。どんどん小さくしていく。これも K 分の1、これも K 分の1、これも K 分の1と、全てどん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 小さくしていったときに、どういうふうに半導体 MOSFET の性能が上がっていくかということを考えるわけです。どうやって上がっていくかと考えます。いいですね。まず一つのトランジスタの面積は L かけるZ で、これが K 分の1で、これが K 分の1で、これが K 分の1になるので、全体として面積としては K 次乗分の1になるということですね。つまり面積はどん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 小さくなって、一つのトランジスタの上から見た面積は小さくなっていく。だからたくさん詰め込めるわけです。たくさん詰め込める。ID、 ID はどうなるか。 ID は二乗特性を使うと、もう二乗特性よく使うんですよ。 ID は Z、μ 移動度、それから酸化膜のキャパシタンス 2L、 VG マイナス VT の二乗でしたね。いいですか。ここで、ここで、ですね、VG が、まあ、十分に VT よりか大きいとしましょう。と仮定すると、何がスケールしていくかというと、まず Z が K 分の1になる。それから L が K 分の1になる。それから VG が、これがですね、K 分の1になる。ということですね。ということは全体としては K 分の1があって、まあ、分子の方は K 分の1があって、これは二乗が効いてるから K 二乗分の1になって、分母の方は K 分の1があるというようなこと でこれ全体を見てやると、 ID は K 分の1、ドレイン電流は K 分の1になるわけです。ただ小さくしただけでということですね。で、ですね、それから、あとこれも、ごめんなさい、一つ抜けてるな。CO、CO のところは抜けてる。これは一つ、CO のところ抜けた。CO だから KS、イプシロン0、これじゃ計算が合わない。X0 で。酸化膜圧も、これも K 分の1でした。K 分の1でしたね。これでやっとつじつまが合いますね。どうして計算が合わないんだろうと思ったら、これが、L が K 分の1、酸化膜圧が K 分の1、Z が K 分の1、そしてこれが K 分の1が K 次乗分の1で効いていくので、全体として K 分の1だというわけで、ドレイン電流も少なくなってくる。ゲート容量、ゲート容量、ゲート容量、
これはですね CG イコール KS イプシロン0 L Z X 0で、これもこれもこれが K 分の1、これが K 分の1、これが K 分の1ですから、全体として容量もちゃんと減ってくる、ゲート容量も減ってくる。つまりそれから重要な消費電力、消費、これ重要ですね。消費電力、消費電力パワー、これは ID かける VD、 ID かける、これは大文字 ID VD、 これはこれが K 分の1になって、 ID は K 分の1になるってこと分かりました。 VD もでかけてる電圧も K 分の1というする過程ですから、これはなんと、K 事乗分の1になる。だから小さくするだけで一つのトランジスタが消費する電力が K 事乗分の1で減っていく。画期的ですね。それからさっきやったカットオフ電流、カットオフ周波数、さっきやりましたね、カットオフ周波数、これは Fmax で Fmax イコール μN VD 2πL 事乗ということで、これはこれはですね K 分の K 事乗分の1、これが K 分の1ですから、これは全体としては、カットオフ周波数は K 倍になると。カットオフ周波数は小さくしただけで周波数がどん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 小さい周波数に対応していけるようになるわけです。半導体、モストランジスタ、いいことずくめですね。モストランジスタを小さくするだけでたくさん詰められる、小さいと。それからドレインカレントで流れる電流は K 分の1になる、 K 分の1になるから消費電力は K 事乗分の1になる、一つのトランジスタあたり。ゲート容量も減って、これはまたいろいろな、パラメータに効いています。それからカットオフ周波数も K 倍になる。ですから半導体では集積回路というもので、どん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 小さいモストランジスタを開発して詰め込んでいくっていうだけのみならず、これだけ早くなっていいことづくめを追求するということが行われているわけです。これはですね、それがまあ行われていて、まあ、それがためにですね、物事をどん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 小さい方向に進んでいるということです。ではちょっと小さくなっていく方向性について今見てみましょう。いよいよ最後のところですね。これでもうほぼ授業は終わったに等しい。はい、ではムーアの法則というのを聞いたことある人いますか。ムーアの法則、1人2人だけですか、まあ何人か聞いたことある。ムーアの法則っていうのは何かというと、まあ、ここに書いてありますけど、まあ、大体おおよそですね、これ経験則です、経験則ですけど、トラン経験則ですけど、トランチップごとの、なんていうのかな、これ、トランジスタの、まあ、この、まあ、じゃあこれ今書いてあるとおりにしよう、どういうことかというと、1チップあたりの MOSFET の数は2年で2倍になる。
これもともとね、1.5 年でとか言われたんだけど、実際には2年で2倍になるというのが、実際にこれが書いてあるのが、1チップあたりに持つ FET の数、つまりある面積あたりの持つ FET の数っていうのは2年で2倍になるというのが実際にトレンドとして、1971年から2004年までこの点数ですね、この点線、これこの点線、実際にそうやって企業のトランジスターはどん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 増えて性能が上がっていったわけです。もう少し具体的に見てみましょう。でそれはですね、例えばこれこんな感じですね。もう少し具体的に見てみましょう。どれがいいかな。まずディメンション、あ、こっちから行こう、こっちから行きましょう、こっちから行きましょう。もう少し直近、2001年から2015年ぐらい、2000、まあ、これ2019年までの予想が書いてありますけど、右が Number of Transistors ということで、これは10の6乗100万倍してあります。だからこれは100万、1000万、1億、10億ですね。これ億ですね、ここは単位が。だから4億個のトランジスタが一つのチップに詰め込まれているというのが2013年とか今です。すごいですね、4億個のトランジスタを皆さんは持っている、一つのチップでということですね。でそれに伴ってどん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 、フリクエンシー、さっきの周波数、インテル何メガヘルツ動きます、何ギガヘルツ動きますというのもどん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 上がっていくわけです。ですからもう年々こうやって、性能が向上していくというのがまずこの図で、大きさといったときに、これはディメンションということですから、だいたいチャネルの大きさがどれくらいになっているか、これ100ナノメートルですよ、10ナノメートルですよ、10ナノメートル。2016年、大変ですね、ソースからドレインまでの距離が数十ナノメートルなんです。今そこまで小さくして作ってきたというようなことになっています。でこれを今実際に、だからこれ、まあ実はこれこのまま伸ばしていったら、あっという間に1ナノメートルとかになっちゃって、1ナノメートルとかになってくると、もうなんか原子1個の大きさとかになってくるわけですよね。だからこれ、まあ、このまま進むことはもうありえないということは分かってるわけです。このまま進むことはありえない、でも今まではこうやって進んできたということなわけですね。事業としてはですね、スケーリング以外での高性能化っていうのだけを簡単にお話ししておきます。小さくするのが限界になっている、そしたらスケーリング以外、小さくする以外でどういうような高性能化を持つかということですね。スケーリング以外は、まあドレイン電流だけを見てやると、 Z μ n CO 2L、VG VT と1ゲート容量 CO を増大させる、SiO2 酸化マスクの KS は 3.9、 これを例えばハフニウム2、ハフニウム、オクサイドという、ハフニウムオクサイドという絶縁膜にすれば、これは K の、ハフニウムオクサイドは20ぐらいあります。ですから酸化膜を違う絶縁体に置き換えて、とにかくこの C0 を増やす、そうしたら、それが一つですね。次 μn を増大させる、そうすると
シリコンからシリコンに歪みをかける。例えばシリコンに歪みをかける、シリコンに歪みをかけると応力をかけるだな、実際にかけるのは応力ですか、応力をかけて歪ませる。SIGE というものの上にシリコンを乗せたり、ソースドレインの時にここになんか SIGE という材料を使ってそう使ってここのところになんかその圧力をかける、応力をかける、応力をかける。まあだからいろんな形でもう歪ませると速くなるんです、電子の動きとか。だから応力をかける、いろいろやるわけですね。ただのシリコンだけじゃダメだと、いろいろやるわけです。 Z、 見かけの Z を増大させる、 Z を増大、奥行きを増大させるって言ったらなんかチップを大きくしますよね。なんかそれはおかしいと思うかもしれないけど、実際にどういうことをやるかというと、縦から見てなんかですね、このゲートを縦から見て、縦見て、これがチャンネルで、なんかねこうやってね、チャネルを包み込むようなゲートを作るんです。今までゲートってのは平面でした。包み込むことによって設置面積を増やして、あたかも奥行きが増えているようにな効果を出そうというようなことをするわけです。これフィンフェットとか言いますけどね、フィンフェットとか、これ日本で発明されたとも言われています。だからここがなんかエラのように、エラのように横にゲートもつけるみたいな、立体的なトランジスタにする、こんなようなものを作ったりしてるわけです。まあこんなそんなをやって一生懸命、物事を良くしてるわけです。あとですね、例えばですね、こういうこともやります。 N プラスと N プラスのソースがあったときに、これが小さくなればなるほど、皆さん電圧をかければここにほら空房層ができるって言いましたよね。空房層ができる、空房層ができるんだけど、これ空房層ができて、こうやって空房層があまりにもここの長さが小さくなると、あまりにも小さくなると空房層同士が重なって、なんかこんなところでそのまま電子がそのまま流れてしまう、空房層同士で、空房層の電圧で電子が流れてしまう、こんなこともあるわけですね。これを避けるために今度は一番下のとこ、これをここの下を SiO2 といって、酸化膜をわざわざここに入れてやると。だからここをとっても薄くして、この下に空房層ができなくすると、こんなようなことも してるわけですね。企業ではこういうのをシリコン SOI、 シリコンオンインスレーター、 SOI、こんなようなこともやるわけです。シリコンオンインスレーター、 SOI、 だから空房層が下に広がらないようにする、広がることによってお互いにショートしちゃうわけです。だからそういうのを避けるためにシリコンオンインスレーターって技術を使うと。まあそんなこんないろいろやって、今半導体産業はさらに進んでいいものを作ろうということをしてるわけです。さて、実は私の授業はここまででおしまいです。この半導体の素晴らしさを見せるためのビデオを、20分かける2つというのを編集してきましたので、ちょうど残り40分です、45分ですから、40分の、ビデオを2つ見せて、でそれを見せて最後は期末試験について話をして、私の授業は終わりにするということにします。実質ノート、授業内で配ったプリント、
自分の宿題含む当日提出するもの。当日は期末試験の終了と同時に期末試験も扱いますけど、宿題も提出してもらいます。ですから自分の宿題、期末試験中に自分の宿題見ることができるんですね。いいですね。あと関数電卓、 iPhone はダメです。 iPhone の電卓機能を使いたいとかそういうのはダメです。電池チェックよろしくお願いしますよ。これのみです。以下のみお願いですから不正はしないでください。不正をすると私は学習指導主任といって全てのトップにいるので、見逃した不正だと分かっていながら見逃したとか言うと、そういうなんか示しがつかなくなってしまうので、とにかく不正はしないでください。中間試験、これもう一つ加えておこう。自分のプリントアウトしたもの、 KOJP から KOJP からこれが全て持ち込みからですね。自分のものをプリントアウトしたもの。